理系って意外に英語が読めないと不便、むしろ苦手で焦っている、そんな方を救いたい。一緒に勉強していきましょう。今日のお題は感染症。感染症は英語で Infectious disease。 感染症とは体内に Parasite、 寄生虫 Bacteria、 細菌 Fungi、 真菌 Virus、 ウイルスなどの Pathogen、 病原体が侵入し Proliferation、 増殖して様々な症状が出ることです。2019年に発生した新型コロナウイルス感染症もウイルスによる感染症です。次に病原体の違いに着目して感染症をいくつか紹介します。アニサキスの幼虫がいる魚介類を食べると幼虫が消化管などの壁に食いつき腹痛などを引き起こすアニサキアシス、アニサキス症。結核菌が体内に侵入、肺の内部で増殖し、咳、痰、発熱、Dyspnea、呼吸困難など風邪のような症状を呈する Tuberculosis、 結核。アスペルギルス属によって引き起こされる感染症 Aspergillosis、 アスペルギルス症。エボラウイルスに感染し、一般的な風邪のような症状、消化器症状や発疹を伴うようになり、重症化すると出血しやすくなる Ebola hemorrhagic fever、 エボラ出血熱などがあります。次に感染症の症状を紹介します。 Consciousness disorder、 Vomiting、 Diarrhea、 Wheezing、 Swelling、 Pain、 Chill。 これらの状態を感じたらMedical institution、 医療機関を受診してください。次に Infection route、 感染経路とパンデミックについてです。感染症の感染経路には Contact infection、 接触感染 Droplet infection、 飛沫感染 Aerial infection、 空気感染など種類があります。パンデミックとは感染症の世界的大流行のことで、Pandemic、 感染爆発とも言われます。 Infectiosity、 感染性が高く人から人へと感染するウイルスは防げず広まりやすいです。感染症の治療についてですが、休養や栄養、水分補給による Immune function、免疫機能の回復で自然に治癒する場合もあるが、Early therapy、早期治療、治療徹底、後遺症予防のために、Antibiotic、抗生物質、抗菌薬による化学療法や抗ウイルス治療が行われます。感染症の Prevention、予防には日頃から Nutrition、栄養、休養をとり免疫機能を保ちましょう。また病原体の種類によっては Valid、 有効な Vaccine、 ワクチンや Vaccination、 予防接種があります。そして Disinfection、 消毒、 Sterilization、 滅菌、マスク、手洗い、うがいで病原体を体内に侵入させないよう感染経路を断つことや感染源を排除することが予防に有効です。